everyone and welcome back to my channel. I'm Sae. 皆さんこんにちは、さえです。 And welcome back to the another episode of my daily life. ということで、今日ですね、あんこちゃん、うるさいよ。はい、もう今回ね、もうあんこちゃんに完全に気を取られて、どんな動画になるのかっていう説明はできませんでした。ということで、まあ、今回はですね、まあ、ブルーノ・マーズのコンサートに行ったりとか、お母さんとね、奈良の方にちょっとプチお出かけに行ったりとか、結構いろんなことがあったので、その様子を皆さんにお届けしていこうと思います。最後までぜひ見てください。I've seen it before. Call me what you want. I'm done. Your bag's in front. And you always thought you had it all. Believe me when I say you couldn't be more私はね、お仕事はしてるんですけど、まあ、海外に留学にもう一度行きたいなって思ってて、まあ、それのための奨学金を申し込もうと思ってるんですけど、なんかそれの、申し込み書アプリケーションのデッドラインが今日までやったんですよ。今日に提出しないといけなくてね、まあ、準備はちょくちょくしたけど、まあ、ギリギリまでこう先延ばしにしてしまってたアプリケーションの仕上げをね、今日大詰めでしてたっていう感じです。お昼からまずっとしてて、今やっと終わったって感じですね。でもう今時間がね、もうちょうど夜の11時になろうとしてるところでございます。で今ですね、 E メールをね、こんな感じで見てもわからんかもしれんけど、 E メールをねちゃんと送りました。なのでしばらくずっとさ、この10月の間誕生日もあるし、はーってすごいなんかワクワクした気持ちではあったものの、ずっと頭の片隅に、はー早くこの奨学金のアプリケーション仕上げないとっていうのがずっと頭の中にあったんですけど、やっとそれがねなくなってすっきりしました。嬉しいだからね、10月前半は、まあ、やらないといけないことっていうのは主にそれだったので、まあ、人と会う約束とかね全然してなかったので、まあ、誕生日も家族にだけに祝ってもらって、まあ、メッセージとかいただいてたんですけどね。そうだからね、10月後半はちょっと自分の自由時間を楽しみたいなと思います。誕生日もね仕事やったし、誕生日の前後の休みも、まあ、結局このアプリケーションに捧げてしまってて、特になんか自分をこういたわるようなことはできてなかったから、まあ今日はねこの一つ節目、アプリケーション提出が終わったので、ちょっとね勉強もしないといけないけど息抜きしたいなと思います。ということで今日のブログは以上ですはい、ということで今日さっきメイクをパパッとしました。で今からですね、なんかずっとヨガをやりたいなって思うそう、ヨガなんかさ、でもわざわざヨガのクラスに行くのもなーって感じだし、まあ家でちょっと試しでやってみようと思って、全くヨガをやった経験がないので、だからまあ一回家で試しにやってみようということで、今から YouTube に載ってるヨガのなんかセッションみたいなやつをちょっと見てね、ヨガをしてみようと思ってます。でもちょっとその前にトイレに今動画編集してる私です。めっちゃここでなんかヨガするするとか言ってるけど、全然ヨガしません。ヨガしてないです。でもしたいっていう気持ちはあります。ヨガしてみたいです。なんか筋トレしようかなって最初思ったんですけど、まあ筋トレってやっぱちょっとなんかあんま楽しやっててそんな楽しくないから、今回私はですねこの10分
痩せる別に痩せるためじゃないんやけど、なんか普通に筋トレというか有酸素運動したいなってことで、まあでもなんかちょっとさっとねこれを見た感じそこまでなんか激しいなんか動きとかなくて、まあ、楽しくできそうな感じやったのでこの真ん中のこの人のやつマリナ・タケワキさんのやつをやってみたいと思います。なんか今日全然フォーカスしやんないけど明日 Alright, let's do this。これはきつかった、ちょっと、なんか10分やったけどなんかきついきついけど、最初はまずなんかめっちゃウォーミングアップみたいな感じで、途中めっちゃなんか腕立て伏せのポーズで足ドタバタするやつがめちゃくちゃ急にきつくなってってなったけどなんとか、まあでも10分やし、なんか音楽もいい感じやし、しんどいやつもあるけどちゃんと休憩も入ってるからまだやりやすかったなって思います。だからちょっとこの10分のセットを1日1回ちょっと継続してできるように頑張ろうかな。ということでウォークアウト終わり今日の靴下はベイマックスです。This is my favorite socks in Baymax. I bought this at Disneyland, I believe. I'm quite flexible. なんかちっちゃい時から柔軟は得意で、なんか特に毎日ストレッチしてるわけじゃないけど、めちゃくちゃ体は柔らかいんですよ。だから全然してなくても今でも割といけちゃう。Today's outfit check.今日は一日なんかすごい家で。昨日も一日ずっと家にいてて、正直なんか家におりすぎやなって思ったのと普通に必要なものがあるので、まあ、それを買いにちょっとね市内の方に街へ出たいと思います。まず着いてからはですね、ニンニクマシマシのミートソースのパスタを食べました。で、まあ、フラット立ち寄ったお店だったんですけど、まあ、すごく美味しかったです。そうですね、で、まあ、一人で食べましたで、ですね、ここは全然行こうと思ってなかったんですけど、ちょっとねスウェットが欲しくてフラットストゥーシーのお店に寄ってしまいました。でも、まあ、可愛いスウェットを見つけたんですけど、まあ、結構お値段が高くて、ってめっちゃ試着室の中で迷ってましたね。皆さんどう思いますか？めちゃくちゃこのスウェット可愛くないですか？めちゃくちゃ迷った末、最終的には買いませんでした。で、最後に私はこちらの私のお気に入りのタピオカ屋さんでドリンクを買いました。パッションフルーツグリーンティーのタタネココトッピングです。めっちゃ美味しいので皆さんぜひ試してみてください。ただいま戻りました。ということでですね、今日は、まあ、平日で友達と会えるっていうのが、まあ、なかなかないので、みんな普通お仕事なんでね。で、まあ友達は今日はみんなお仕事で、まあ誰とも一緒にショッピング行く人がいなかったので、まあ一人で行ってきたんですけどで、今日はねもう余計なものを買わないように私は絶対に気をつけようと思って、まあ、必要なものをここにメモしていった
わけなんですよ。 But you know what I did instead? 一人で買い物に久しぶりにフラッと行ったのが間違いだったかもしれない。私は、まあ、欲しいなとか、まあ、いずれは買おうって思ってたもの、まあでも今日は買うつもりなかったっていうものをちょっと買っちゃいましたね。ということで、まあもう買ってしまったものは仕方ないしね、あの全く必要のないものは買わなかったので、まあ、とりあえず今から、まあ、今日何を買ったのかっていうのをちょっと簡単に紹介したいかなと思います。 OK, it's a little haul time. The first of all, I went to MacMAC、Mac、で、 Mac でですね、私はまあずっと欲しいなって思ってたリップライナーを買いました。私は今回こちらの2色ですね。名前がスパイスとストリップダウンっていう結構ヌーディーな色を購入しました。こっちのストリップダウンっていうやつの方は結構ブラウンっぽい感じのこちらのペンシルですね。結構ブラウン味が強い色のやつです。もう一個の方がスパイスっていう方で、こっちは結構オレンジっぽいブラウンというかちょっと深いオレンジっていう感じですね。これも私がよく使うリップのカラーにすごいマッチしそうな色なので今回はこちらを購入しました。他は何を買ったんでしたっけな。あ、そうそうそう、サボンで売ってたオリンピックをなんか記念して作ったなんか香りってお姉さんは言ってましたの、こちらの東京の香りのボディウォッシュを買いました。これはまあこれはね、まあ、100歩譲ってまだ欲しいって思ってたものなんですけど、今回ですねこちらも一緒にサボンで購入してしまいました。こちらがフローラルウォーターインオイルっていうことで化粧水なんですけど、まあ化粧水でも、まあ、体にも使えるし皮にも使えるなんかオイルが入った化粧水らしくて、 Look at this packaging, it's so pretty and ここにね結構ちょっとオイルとなんていうのかな、化粧水の本体というかエッセンスがこう2層になって入ってて、で私はすっごい乾燥肌なんですよ。で乾燥肌やのにめっちゃボディクリームとか塗るのがめちゃくちゃめんどくさがりで、あんま塗らないからもうカピカピになるわけですよ。もう肌がもう足のすねとかさもうピキピキになって血出たりすることもあるぐらいそこまでなってるんだったらボディクリーム塗れよって感じなんですけど、でこれはねまあ振って使うらしいんですけどミストなんですよ。こうクリームとかじゃなくてシュッてするタイプのやつで、だから背中とかこう私結構背中もなんかケアしたいけど全然届けへんからできひんとか思ってたけど、まあこれやったら背中のなんていう保湿もちゃんとできそうやし、まあ、この体全体顔とかも全部シャクってやったらもう一個で済むかなと思ってこちらも一緒に購入してしまいました。そんな感じで今日はちょっとしたお買い物をしてしまいましたね。まあでももうしてしまったものは仕方ないし、だからあの大事に使おうと思います。購入したものはねちゃんとこの底がなくなるもう使い切って底が見えるぐらい私はちゃんと使い切りますので大事にしたいなと思います。一人でフラッと行くのは良くないね。余計なものを買っちゃうね。